南赤松駅ノートの方にイラストを描いてくださった河合のスキーさんです。河合のスキーさんは、全国の、駅ノートなどを巡っていただいて、たくさんのイラストを描いてくださっている方です。この素敵な、南赤松駅でのイラストの他にも、愛接道の各駅の方に、訪れて、たくさんのイラストを、描いてくださったそうです。これからも、活動の方頑張ってください。楽しみにしております。イラストを描いてくださりありがとうございました。それでは南赤松駅の方を、読ませていただきたいと思います。このノートも、もう終わりに近づいています。最後のページになります。2016年12月13日京都から会津鉄道駅ノート巡りの旅です。今日は本当に寒い、手が凍りつきそうですね。切り足の端末にイラストを、残して、次は大川ダム公園、管理人様いつもお疲れ様です。ありがとうございます。こちらの方よりいただきました。ツイッターの方も、紹介したいと思います。本当にありがとうございます。そしてイラストの方がこちらになります。素敵な、南赤松駅の駅舎、そして南赤松駅などの方、描いてくださいました。本当にありがとうございます。最後にはこのような、素晴らしいイラストの方をいただきました。たくさんの、ノートを書いてきてくださる方によって、この駅ノートの方、これから新しいノートの方に変えていきたいと思います。ノートの方引き続き、駅の方に置いておきたいと思いますので、旅の思い出作りなどに、活用していきたいと思います。本当にありがとうございます。南赤松駅ノートの方にイラストを描いてくださった河合のスキーさんです。河合のスキーさんは、全国の、駅ノートなどを巡っていただいて、たくさんのイラストを描いてくださっている方です。この素敵な、南赤松駅でのイラストの他にも、愛接道の各駅の方に、訪れて、たくさんのイラストを、描いてくださったそうです。これからも、活動の方頑張ってください。楽しみにしております。イラストを描いてくださりありがとうございました。